中地編は、谷常雄による、伝記小説。元六十六年、江戸で下谷国は月藩の重臣、内藤立脇が暴殺された。首謀者は、江戸幕府の重臣、柳沢義康であり、その目的は、は月藩領、那須九方に眠るとされる金の鉱脈、黄金の竜を手に入れることであった。黄金の竜を手に入れるには、高間ヶ原の雲城人の血を引く。 縦脇の娘、折江と交わることが必要だと知った義安は折江を連れ去るが、はずき藩主の弟、影七郎によって阻止される。藩主の影としての宿命を追った影七郎は、はずき藩を守るため、黄金の竜を探すが、義安や同じく黄金の竜を探す豪将、木の国や文在門らの妨害を受け、再び折江が連れ去られ、義安の主君である将軍、綱吉によって、 黄金の竜のありかが明らかになってしまい、織江はそれを責め違いしてしまった。その際、影七郎は綱吉の正体が玄のの世を滅ぼそうとも黒む魔人であることを知る。織江を失った影七郎は経佐賀が腹に赴き、そこで五色の如霊と交わり、須玉の力を宿し、魔人と決着をつけるため、黄金の竜が眠る茶臼だけに向かう。同じ頃、 影七郎の身を案じる総始書きの関月一等と、朝倉、そして黄金の竜を狙う吉安、木の国屋の一団、さらに直将軍の座を狙う徳川綱豊の家臣、真鍋昭夫さも、茶臼だけに押し寄せる。1988年に、全4巻の OVA として、アニメ化されている。本編では、柳沢と表記されている。ありがとうございます。